はいどうも、パスタオです。今回は資産額別の実態、金融資産が増えるとどうなるのかについてお話します。最近資産額別の実態を解説した動画を見たんだけど、あれって本当なのかな？そういう動画を見てこのような疑問を抱く人もいると思います。本当のところはどうなのって気になりますよね。そこで今回は世間で言われる資産額別の実態に対して私の考えをお話します。我が家も資産5000万円以上貯めた経験はありますし、資産1億円超えの富裕層の方とお会いする機会も増えたので、リアルなお話ができると思います。この動画を見れば次のことがわかります。資産100万円から1億円の実態、一般論に対するリアルな意見、私の個人的見解が満載ですが、その時々のリアルな感情も織り交ぜてお伝えします。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。本編の前にお得なキャンペーンのお知らせです。こちらに挙げているお金や投資の有料書籍が、なんと今だけ無料で読むことができます。新しく期間限定、数量限定で、最短でファイヤーを達成する方法、ウォーレン・バフェットの投資術も追加されました。メールアドレスの登録など簡単な条件で受け取れますので、お金の勉強をしたい方にはおすすめです。このキャンペーンはいつ終わるかわからないので、今のうちに概要欄や固定コメントのリンクから読んでみてください。じゃあ早速始めるんですが、まず貯金100万円についてです。貯金100万円の特徴としてよく言われるものはこちらになります。貯金100万円もない人は多い。貯金100万円を達成できたら貯金500万円は達成できる。少し心に余裕ができる。こちらの3つですね。順番に見ていきます。まず貯金100万円もない人は多いについてですが、これを聞いた時に、本当に独身ならともかく2人以上の世帯なら貯金100万円は持ってるでしょうと思ったので、少し調べてみました。総務省の家計調査によると、2021年の2人以上世帯かつ勤労者世帯の貯蓄額の中央値は833万円でした。やっぱり家族がいるとイベントも多いですし、これくらい貯蓄しますよね。ただ、貯金100万円以下の世帯は 12.2% と最も多く、100万円から200万円の世帯も 6.6% と2番目に多くなっています。これ結構衝撃ですよね。まとまった支出があるときにどう対応しているのかが気になります。お父さんが大切にしているポケモンカードや遊戯王カードやスニーカーみたいなレアアイテムを売却して家計の足しにしているんですかね。この結果をどう見るかですが、全体の中央値は833万円あるものの、貯金100万円未満の世帯は突出して多いです。なので、貯金が100万円もない人は多いという意見は確かにそう言えるかなと思いました。続いて貯金100万円を達成できたら、貯金500万円も達成できるについてです。これもなんとなくわかるんですが、おそらく理由は貯金習慣や貯金の考え方が身につくからかなと思いました。正直貯金100万円達成のポイントは貯金をするかしないか決めるだけだと思っています。貯金すると決めて支出の見直しや先取り貯金など基本的なことをすれば十分に達成できる金額なので、そこまで難しくはないんですよね。難易度的には今のポケモンのタイプ相性をすべて把握する方が確実に難しいです。今の30代から40代の方だとフェアリータイプとか知らないですよね。フェアリータイプってドラゴンタイプが効かないんですよ。今のポケモンってタイプ相性が複雑でめちゃくちゃ難易度が高いです。少し脱線したんですが、それと比べたら貯金100万円の難易度は高くないと思いますし、基本的な貯金習慣や考え方が身についたら十分に達成できます。続いて少し心に余裕ができるについてです。これもよく聞くんですけど、貯金100万円で心に余裕できますかね？自分が初めて100万円貯まった時は、やった100万円貯まった桁が変わったぞっていう感じで、余裕というか少し達成感を得た印象があります。一つあった心の変化としては、100万円を切りたくない気持ちが芽生えたことですね。これは桁が変わった時あるあるだと思うんですが、皆さんはいかがでしょうか？ここまでをまとめると、貯金100万円は貯金の基礎が身について、少し自信にはなるけど、何かが変わるかと言われたら何も変わらない金額だと思います。続いて貯金500万円についてです。貯金500万円についてよく言われることがこちらです。生活の安心感や余裕がより強くなる。資産運用を考え始める。生活水準は貯金100万円の時と全く変わらない。この3つですね。こちらも順番に見ていきます。まず生活の安心感や余裕がより強くなるについては、確かに少し余裕は出てくるかなと思いました。最新の2021年の情報だと、日本人の平均年収は403万円だそうです。手取りにすると約320万円ですね。なので貯金500万円は給料約1年半分と同じくらいの威力になります。そう聞くと結構ゆとりを感じますよね。ただなんかの記事か動画で見たんですが、結婚式のご祝儀を払っても痛くないみたいな話があったんですよ。
めちゃくちゃ個人的な意見ですが、あれは嘘じゃないかなと思っています。結婚式はお祝いなのでもちろん気持ちよく払いますけど、ご祝儀を払って二次会三次会まで参加すると結構お金がかかりますよね。20代後半あたりで結婚式ラッシュが来てご祝儀貧乏になる経験ってきっと誰しもが通る道だと思うんですが、やっぱりダメージでかいですよね。なので貯金500万円は少し余裕が出てくるけど、そこまで大きく余裕ができるわけではないと思います。次に資産運用を考え始めるについてですが、これは確かにそうだなと思いました。というのも貯金500万円くらいになると資産形成にも慣れて楽しくなってきますし、もっと効率的にお金を増やせないかなって考え始めるんですよね。それとこれは私だけかもしれないですが、500万円のうち100万円を投資して10倍株をつかめたら簡単に1000万円になるなみたいな妄想をしていました。実際そう考えて500万円のうち300万円を投資に回していました。その300万円をさらに100万円3つに分けて上がると思った株にそれぞれ投資していたんですが、投資というよりほぼ投機に近かったですね。野球のバッターみたいな考え方で3打数1安打でいいからどれか当たってくれというイメージで投資をしていました。仮に2つが半減してマイナス100万円になっても、1つが倍以上でプラス100万円以上になれば結果は儲かるなと考えていましたね。野球投資論みたいに名付けてこんなバカなやり方をしていたんですが、これはこれで楽しかったです。ただこのやり方は今はもうやらないですし、ある意味これくらいの資産規模や知識レベルの時だからこそできたのかもしれないなと思いました。今は考え方が変わってしまって、投資はなるべく安定運用にして個人事業とか他の部分でリスクを取ればいいっていう考え方になったので、おそらくもうやらないですね。それと次の生活水準は貯金100万円と全く変わらないについてですが、これはそらそうやろって思いました。きっと阪神の岡田監督もそう言いますね。500万円貯まったからって急に贅沢ができるわけではないです。確かに100万円の時よりは少し余裕が出てくるかもしれないんですが、先ほどもお伝えした通り他の資産運用にも興味が出てくる頃なので、あまり無駄金を使いたいとは思わないんじゃないかなと思います。個人的には貯金500万円は資産形成の次のステージへ進むスタート地点というイメージがありますね。皆さんはどう思いますでしょうか。続いて貯金1000万円についてです。貯金1000万円でよく言われることは次の通りです。少しお金持ちになった気分になれる、新たなチャレンジができる、生活水準は貯金500万円の時と変わらない。こちらの3つですね、順番に見ていきます。まず少しお金持ちになった気分になれるについては、これは確かにあるなと思いました。先ほども挙げた通り2人以上世帯の貯蓄額の中央値は833万円で、貯金1000万円はそれ以上の金額になるので相対的に見てもお金を持っている方になります。それに1000万円ってまた一つ桁が増えるので気持ち的にも達成感がありますよね。これまで同様に1000万円貯まったから急に何かが変わるわけではないんですが、貯金の目標額にしている人も多いので1000万円貯められたことで少し優越感に浸れてお金持ち気分になれるというのはあると思います。でもあまりひけらかすとスネ夫みたいな嫌なやつになってしまうので、心の中でニヤニヤするくらいに留めるべきですね。それと次の新たなチャレンジができるについては、これは自分もそう感じたところがあったので共感しました。というのも貯金が1000万円あると仮に働かずに収入が途絶えても 2,3 年は生活できます。その間に別の仕事を見つけたり別の収入源を育てたりすればいいと思えるので気持ちが楽になる面はあると思います。例えば1000万円貯まったタイミングで一度会社を辞めて留学したり資格の勉強をしたりして、さらに高い給料の仕事に就く人もいますよね。そこまで大げさじゃなくても今働いている会社が全てじゃないと考えられて合わない仕事を断れるようになったり、転職活動や副業のような他のことにチャレンジしたりできます。自分にそういうマインド変化が起きたのがちょうど貯金1000万円を超えたくらいだったので、この辺の金額にはそうした効果があるのかなと思いましたね。それと次の生活水準は貯金500万円の時と変わらないについてですが、さっきからずっと生活水準変わんないじゃんって思いますよね。でもこれは確かに全然変わんないなと思いました。変わらない理由はいくつかあると思うんですが、おそらく1000万円貯まるともっとお金を増やしたくなるからだと思います。1000万円貯められた人って貯蓄に関してはもう上級者の域に達してるんですよね。それに1000万円で桁が上がるとそこを切りたくない、絶対にキープしたいという気持ちが芽生えてきます。ここまで貯める中で支出の最適化、投資、転職、副業みたいにすでにいろいろなことにチャレンジしていて
もっとこうしたらお金が増えるっていうイメージを自分の中で持っているはずなんですよね。なので1000万円貯まったからもうゴールだと考えるんじゃなくて、1000万円貯められたから次はもっとこうしていこうという考え方の人が多いイメージがあります。よく1000万円はお金持ちの入り口みたいに言われると思うんですが、それにはおそらくこうしたお金持ちマインドへの変化が起こるタイミングがちょうどこのあたりだから、そういう風に言われるのかもしれないなと思いましたね。続いて貯金3000万円についてです。貯金3000万円でよく言われることがこちらです。アッパーマッソーにランクアップして自信がつく、セミリタイヤが視野に入る、生活水準は貯金100万円の時と変わらない。こちらの3つですね、順番に見ていきます。まずアッパーマッソーにランクアップして自信がつくについてですが、そもそもアッパーマッソーって何かを説明します。これはおそらくお金系の発信を見ている人なら誰しもが見たことがある図だと思うんですが、野村総合研究所が出している顧客層を資産額別で5つに分類したもので、通称金持ちピラミッドと呼ばれる図です。これによると資産3000万円未満は全てマス層に分類されて、3000万円以上5000万円未満はアッパーマス層と分類されています。つまり3000万円を超えて初めてランクが上がるっていうことですね。会社でいうと平社員から係長とか課長とか役職がつくみたいなイメージです。役職がつくなら役職手当も欲しいところですよね。アッパーマス層は日本全体の上位 22% になるので結構レアキャラです。遊戯王カードでいうと名前の部分がキラキラし始める感じですね。このアッパーマス層っていう名称はあくまで野村総研が言っている分類なんですが、それでもランクアップする感じがして確かに嬉しいですよね。次にセミリタイヤが視野に入るについてですが、これもあるあるですね。実際ファイアした時の資産額の調査では3000万円未満が最も多く、次に3000万円から4000万円が多いという結果でした。みんな意外とこれくらいの金額でファイアしているんだなって驚きますよね。どうして資産3000万円くらいでファイアを考える人が多いかというと、運用できる金額が多くなって投資した際に入ってくる資産収入が大きくなってくるからだと思います。例えば3000万円を仮に利回り 4% で運用したら、単純計算で年間120万円、月10万円の資産収入が得られます。月10万円あれば、独身で節約生活が得意な方であれば生活できる水準かもしれません。月10万円の不労所得ってキリもいいですし、目指している人も多いんじゃないでしょうか。実際私の周りでセミリタイヤを達成した人を見ても、だいたい資産3000万円から5000万円くらいで踏み切っている人が多いイメージがあります。例えば有名な方だと沖縄移住されたアラサー夫婦さんや、ミニマリストのチーさんは資産3000万円を超えたあたりでセミリタイヤされましたよね。ただこうしたセミリタイヤ系の人の場合、資産収入がそこまでたくさんあるわけではないので、収入や支出についていろいろと工夫をされている印象があります。例えば会社員のうちに副業で別の収入源を作ったり、生活コストを安く抑えたりして資産収入への依存度を下げるみたいな感じですね。私もこのパターンです。おそらく3000万円貯まったあたりでセミリタイヤに踏み切るのか、それとももう少し長く会社員を続けてさらに資産を膨らませるのか、その分岐点になるのがちょうどこの3000万円から5000万円のあたりの金額なんじゃないかなと思いました。次に生活水準は貯金1000万円の時と変わらないについてですが、これは個人的にですがタイプによって分かれてくるかなと思いました。例えばセミリタイヤを考える人の場合は、生活水準は上げずにむしろセミリタイヤに向けてさらに生活を最適化する人が多いと思います。一方で資産3000万円を運用して資産収入を得て日々の生活を豊かにしようという考え方になる人もいると思います。例えば3000万円を高配当株に投資して年間100万円以上の配当金をもらって、そのお金で旅行をしたり美味しい食事をしたりして今の生活を豊かにするために使うイメージですね。将来子供ができて家族が増えてから娯楽や思い出作りにちゃんとお金を使えるように、独身や夫婦二人暮らしの時に資産形成をがっつり頑張るというパターンの人もいると思います。そういうのも素敵なお金の使い方でいいですよね。まあこんな感じでいろいろと選択肢が増えて、人によって大きく方針が変わってくるタイミングがこの資産3000万円じゃないかなと思いました。続いて資産5000万円についてです。5000万円でよく言われることはこちらの通りです。純富裕層にランクアップ、資産3000万円から5000万円は難しくない、働き方の選択肢が増える、こちらの3つですね、順番に見ていきます。まず純富裕層にランクアップについてですが、
資産5000万円を超えると、先ほどの金持ちピラミッドの中で、またランクが1個上がって、アッパーマス層から準富裕層という括りになります。これは日本全体でも 9% しかいないスーパーレアになります。遊戯王カードで言うと、カードのイラスト部分だけが光っているやつですね。もしかしたら準富裕層の人は、服とか身につけているものがちょっと光ってるかもしれません。それと準ではありますが、富裕層になるので少し箔がつくイメージがありますよね。こうした名称の変化はあるんですが、個人的にはこれまでと同じで、お金の使い方は特に変わらないかなと思っています。続いて資産3000万円から5000万円は難しくないについてですが、これは確かに不思議なんですが、我が家も気がついたら3000万円から5000万円になっていたので、そうなのかもなと思いました。私も初めてこういう話を聞いた時に本当かよって思ってたんですけど、我が家も約1年で3000万円から5000万円に到達したので、ああそうなんだなっていうふうに思いましたね。でもこれにはいろいろな理由がありました。まず大きかったのが投資環境ですね。2019年から2021年にかけては株式相場が非常に良かったので、投資で増えた分っていうのも大きかったです。資産3000万円くらいあれば投資で増える金額も当然大きくなるので、3000万円を超えたあたりでいい相場が来れば、浪せずして4000万円、5000万円と増えるんですよね。それともう一つ思ったのが収入の増加です。資産3000万円を貯める頃には、収入もそれなりに増えている場合が多いんじゃないかなと思いました。おそらく会社員で資産3000万円を貯めようとすると、頑張っても30代から40代になると思うんですが、その時期ってちょうど会社員として給料が高い時期になりますよね。そのタイミングで貯蓄の意識があって生活水準を上げなければ、おのずと貯まる金額も多くなっていきます。それもあって3000万円から5000万円に到達するスピードは速いと感じられるんじゃないかなと思いました。ここまで来る頃にはもう資産形成に関してはプロの領域だと思うので、生活水準を変えなければ1億円に到達するのもそう遠くはなさそうですよね。続いて働き方の選択肢が増えるについてですが、これも確かにそうだと思います。というのも、資産が5000万円あると、資産運用だけでもかなりの収入が入ってくるんですよね。仮に5000万円を利回り 4% で運用できたら、年間200万円の収入になります。資産収入でこれだけ入ってきたら、家賃や水道光熱費などの基礎生活費は十分に賄えそうですよね。そうしたら、働いて稼がないといけない金額って少なくて済むので、いろいろな働き方ができるようになると思います。例えば、週5日フルタイムじゃなくても、週3日から4日勤務や時短勤務にしてもいいですし、フリーランスのような働き方も選べるようになります。こうして働き方の選択肢が増えるのは、資産を貯める一つのメリットだと思いますね。資産5000万円については、資産収入だけで生活できるレベルではないですが、選択肢が非常に増える金額なんじゃないかなと思いました。続いて資産1億円についてです。資産1億円でよく言われることはこちらですね。富裕層にランクアップ、生活水準は貯め方のタイプで変わる、ファイヤーが現実的になる、こちらの3つですね。順番に見ていきます。まず富裕層にランクアップについてですが、資産1億円を超えると、先ほどの金持ちピラミッドで準富裕層からランクが1個上がって富裕層という括りになります。これは日本全体でも 2% しかいないウルトラレアになります。遊戯王カードでいうと、カードの文字とイラスト両方が光っているやつですね。今回はおっさん丸出しで遊戯王ネタ満載でお届けしております。資産1億円を超えると富裕層や送り人と呼ばれるので、だいぶいかつくなりますよね。個人で資産形成を頑張っている人の一つの憧れやゴールになる水準だと思います。続いて生活水準は貯め方のタイプで変わるについてですが、これはどういうことかというと、コツコツ貯めた人と短期間で貯めた人とで異なるという話ですね。これは確かにそうだなと思いました。具体的にはコツコツ貯金を続けて長い時間をかけて1億円を達成した人は生活が大きく変わることはないんですが、短期間で資産を築いた人はお金の使い方が派手になることが多いそうです。例えばギャンブルや宝くじが当たって偶然お金持ちになった人は、その後お金に苦労するケースが多いと言いますし、これはイメージしやすいですよね。あとは相続とかですね。そうして予期せぬタイミングで急に大金が入ると無駄遣いしたり雑に使ったりするケースが多いそうです。続いてファイヤーが現実的になるについてです。これは資産運用で得られる収益だけでも十分に生活できる水準になるからということですね。仮に1億円のうち9000万円を投資して利回り 4% で運用できたとすると、年間360万円、月30万円の資産収入が得られる計算になります。
もちろん家族構成によっても異なるんですが、税金や社会保険料込みでも月30万円程度あれば生活に困らない人は多いんじゃないでしょうか。特にコツコツ資産形成をしてきた人で生活水準を上げていない人なら十分に生活できるレベルだと思います。もっと言うと資産収入だけでも生活できるんですが、セミリタイアする人みたいに別の収入源も確保しておいたら多少贅沢もできると思います。資産収入だけでも生活できるっていう安心感を持ちつつ他の収入源もある状態ってかなり気持ち的にもゆとりができそうですよね。それと個人的に思うことですが、資産1億円を超えた人はそれまでのように株式投資メインでリスクを取って増やす運用ではなく、債券や不動産など別の安定的な投資手法にシフトする人も多い印象があります。資産を増やすというより資産を守るとか資産を活用してキャッシュフローを確保するというフェーズに移るというイメージですね。このように資産1億円は個人の資産形成において一つの大きな目標やゴールになる金額だと思いました。以上が資産額別の実態についてです。まとめの前に投資に役立つメルマガのご案内です。米国株投資に役立つ情報を知りたいけど忙しくて調べる時間がない人は多いと思います。そんな方はこちらのオックスフォードクラブの無料メルマガに登録すると毎日米国株の最新情報を送ってくれます。メルマガは2種類あって、インカムレターの方では永久保有したい米国高配当株6銘柄のレポート、キャピタルレターの方では2、3年後に株価10倍が狙える3銘柄のレポートが読めます。配信停止も簡単にできるので、もし合わなければ速攻で解除しても大丈夫です。興味のある方は概要欄や固定コメントの URL からチェックしてみてください。まとめです。今回は資産額別の実態、金融資産が増えるとどうなるのかについてお話しました。個人的な見解満載でしたがいかがでしたでしょうか。結構リアルな意見をお伝えできたと思うんですが、ぜひ視聴者の皆さんの意見や感じていることなどもあればコメントで教えてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録、いいね、コメントをしていただけたら嬉しいです。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひそちらにも遊びにいらしてください。今回もありがとうございました。